皆さんおはようございます。今日はですね、すごい久しぶりに業務スーパーに行ってきました。この2袋分買ってきたんですけど、いつも業務スーパーで買ってるものが切れてしまって、それを買いに行ったついでにちょっと購入品を取ろうと思って、今日はね、たくさん気になってたものとか、いつも使ってるリピ買いのものとかをたくさん買ってきました。1袋が冷凍で、1袋がそれ以外のものって感じで、ちょっとね、最初もう冷凍を早くしまいたいので、冷凍の方からサクッとね、紹介していきたいと思います。実は私そんなに業務スーパー詳しくなくて、 YouTuber さん見たりとか、まとめサイト見たりとかして気になるものを買ってたりするんだけど、今回はね、インスタでちょっと皆さんのおすすめを教えてもらって、その中でちょっと気になったものとか、なんか家族が好きそうなものとかもピックアップしてね、買ってきました。早速冷凍の方から紹介していきます。ちょっと待って、今日暑いのよ。なんか帰りにスタバでダブル抹茶ティーラテを買ってきました。知り合いにギフト券をいただいたのがあって、有効期限があったからね、買ってきました。あー、うまっ。はい、そう、購入品ね。はい、じゃあいきます。まずはカレーコロッケ10個入りです。普通のコロッケとかメンチよりもカレーが人気です、うちは。まあ主にニーニとネーネが好きで、前は結構やってたんだけど、最近やってないなと思ったので買ってきました。今日うちさ、冷凍庫全然開いてないんだよね。はい、続いてがハムカツです。ハムカツはダダが好き、あとニーニも好きで、ケイシンも好きで、いつもはスーパーで安い時とかに買うんだけど、せっかくだからちょっと買ってきました。続いてちょっとね、謎いいの買っちゃったんだよね。小籠包、すごいシンプルじゃない、なんか小なんかね、これ陳列されてる時小籠包食べたかったんだよね。美味しそうと思って買ってきました。これはリピ買いです。チキンナゲット1キロ入ってますね。みんな大好きでよく買ってるやつ。ホットク、なんなのホットクは。韓国屋台の定番おやつなので、これさ、インスタでなんか何件もこれがホットクが来てたのよ。でホットクって何か分かんないから、あ、人気なんだぐらいで思ってたら、ちょうど見つけまして、視聴者様の激推しということで買ってみました。殻付きのアサリです。これはね、2つ買ってきました。お味噌汁が多いかな。あとスンドゥブに入れたりとか。スーパーはなんか当たり外れがある時があるし、砂抜きするでしょ、ちょっと面倒だからね。忙しい時とかパッと使いたい時用にストックしておきます。冷凍の椎茸です。これは丸々入ってるやつですね。 500g です。これさ、美味しいって聞いたのよ。椎茸好きだし、うちはね、煮物にもお鍋とかにもこれからのシーズン使えると思ってちょっと買ってみました。で、野菜はね、あと刻み玉ねぎ、これはみじん切りされてる玉ねぎ、これも 500g で入ってます。これさ、すごい楽だよね。ただこれ前一回出しっぱなしにして解凍されちゃって、凍らせたらね、固まっちゃったの、全部が一塊になっちゃったから気をつけてください。すぐ冷凍してね、使いたい分さってやったらすぐ冷凍、一回溶けるとね、固まっちゃうので気をつけてください。カットほうれん草、これはもうリピ買いです。これさ、お弁当にすごく使えたの。ちょっとした緑が欲しい時はこのブロッコリーの冷凍かほうれん草を使ってました。あとスープにちゃちゃっと入れてもいいし、ほうれん草はね、結構いろんなものにパッと入れちゃいます。続いてが、これ初めて買ってみました、チーズポテトスティック。美味しそうじゃない、この笑顔すごく美味しそうで買ってみたんだけど、ネーネがね、こういうチーズスティックみたいなやつ大好きで、いいかなと思って買ってみました。ポテトノワゼット、ポテト、こういうやつです。これはね、マッシュポテト生地を一口サイズの丸いボール状にしましたってやつこれ子供の人気がすごい高いみたいなので、初めて購入しました。視聴者さんからもおすすめにも来てました、エッグワッフル。なんかこれぐらいのサイズすごく使いやすそうだなと思って、なんかおやつを作る時とかに使いたくて買ってみました。冷凍最後です。これが冷凍パイシート。冷凍のパイシートは、これはハロウィンでちょっとパイを作りたくて買ってきました。冷凍以上です。ちょっとしまっちゃうわ、先に。玉ねぎのね、恐怖があるのよ、まだ。この前にさ、冷凍室が、あ、終わってんな、
絶対入んないじゃん、こんなん。だってこんなにあるのよ。ちょっと整理する。終わってない、これ。終わってません、これ。やばくないかい。もう椎茸好きすぎてさ、ところどころに冷凍してあるわ。ここのさ、高さがそんなにないから大したもの入れらんないんだけど。はい、お待たせしました。次は冷凍以外のものですね。今日早い時間に行っちゃったから、この後納品なんですみたいなね、言われちゃった商品もあったんですけど、いつも使ってる瓶の大容量のおろしにんにくをいつも買ってて、今日はそれ目当てに行ったんだけど、行く時間がちょっと早かったからまだ納品されてなくて、その代わりなんですけど、このおろしにんにくをチューブのやつ買ってきました。なんか普通だと思う、多分普通のにんにくだと思う。片栗粉1キロです。片栗粉はね、うちはすぐなくなってしまうので、で、この大きいのを買ってきました。ちっちゃいやつだとさ、毎回スーパーで買っててちょっとめんどくさかったので、大きいのドンと買ってきました。今日の目的のもう一つです。だしだを買ってきました。牛肉だしの素、これも1キロ。いつもこの1キロを買って詰め替えて使ってます。あ、嘘、詰め替えは最近してない、このまま使ってる。うちはこれで中華スープをこれで作ってるのと、チャーハンとか野菜炒めとかいろんなスープにね、ちょっと足したりしてます。万能に使えるから、これ結構お気に入りで、もう何回もリピしてます。これは普通の味噌がただなかったので、お母さん味噌買ってきました。さっきも冷凍してあったんだけど、手羽先、これで 700g 入ってる。これを2つ買ってきました。1回の量が結構多いから、まとめて買っといて、めんどくさい時にまとめて煮たりすると、意外にね、ストックもすぐなくなってしまうので、なんか安いの見つけた時に買って冷凍してます。はい、続いて乾燥わかめの、これが 200g の大きい方のやつ、リピ買いです。なくなったので買ってきました。お惣菜みたいなザーサイを買ってきました。ザーサイで和え物作ったりとか、あとチャーハンに入れるとね、すごく美味しいの。前ちょっとハマってたんだけど、ずっと食べてなかったので久々に見つけて買ってきました。ちょっと量多かったかなと思うんだけど、ニンニも食べれるから、ちょっとまとめてね、なんか作っちゃおうと思います。これで期限がいつまでだろう、来年の9月までなんで、だけど開けちゃうとだよね。まあ、いや、ちょっとまとめてね、ザーサイ習慣を作ろうと思うわ。はい、で、続いてがパスタを買ってきました。パスタは安いからね、行った時は買ってます。買いだめ即みたいなイメージで買ってる。特になんかすごく美味しいから買ってるとかじゃなくて、安いから買ってます。で、これは生クリーム、パイ作る時にね、使いたいので買ってきました。あとはバネね。今日さ、朝うちにバナナがなかったんだけど、ひなみさんがそれでね、もう食べたくてって感じだったので買ってきましたね。お肉まだあったわ。豚しゃぶの肩ロース買ってきました。これは 20% 引きで安くなってたので、お得と思って買っただけ。何でも使えるからね。業務用の焼きそばです。これが1キロ。別にさ、焼きそばのソースとか作ったことないの。なんで買ったかって、これダダがこれを買ってくれって頼んできたのよ。バーベキューのシーズンでもないのにさ、1キロとは頼まれてないんだけど、なんか大きいやつあるでしょって。多分自分で作りたいんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれは任せます。白の煎りごまです。ごまって体にいいのよ。ごまはなんかいろいろ使うので買ってきました。ソーミシャンタン、この大きいサイズあるんだけど、それを使っててすぐ使い切るわけじゃないから、衛生的にもちっちゃいので買い足してった方がいいやと思って買ってきました。で、これが最後です。定番ですよね、もう。牛乳パックの杏仁豆腐とコーヒーゼリー。
これ初めてコーヒーゼリー美味しいってよく聞いてたけど、いつもね売り切れてたので今日初めて買ってきました。ひなみは食べたことないと思うんだけど、3人は好きでいつもあのちっちゃいの買ってひなみはプリンとかで食べてたんだけど、今日は大きいのをね子供たちに与えようとおやつです買ってきました。これね、こっち4人で食べるでしょ。これはね私1人で食べます。大好きなの杏仁豆腐。杏仁豆腐のさ、ちょっと牛乳っぽいミルクっぽいのがあるじゃない、ああいうのじゃなくてちょっと癖のある感じの杏仁豆腐が好きです。あとね、これは私の今日のお昼ご飯、チーズパン。これ好きなんですよね。食べたことあるかな。子供の頃から好き。ということで今日お会計いくらだったっけかな。今日のお会計がですね、11,606円でした。まとめて買うとなんかちょっと月の出費にすると結構痛いけどさ、かなり持つじゃない。冷凍物なんてしばらく持つし、はい。でこっちはね冷蔵庫にしまったりパントリーにバーッと並べて、もう時期的にも大掃除の時期になってくるのでパントリーとかもね今すごい荒れてるので、これを機に断捨離でもしようかな。1年終わんの早いや。12月とかね掃除系とかもいっぱいアップしようかなと思ってますので、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。業務スーパーねお買い物楽しいから好きなんだけど、そんなにいつも詳しくなくて定番化してきてしまってるので、皆さんのおすすめなものがあったらぜひコメントで教えてください。バナナ食べたでしょ。バナナ見るって何。パッドパッドニーニかネーネーにつけてもらって二人で見てよ。ひなみ、ニーニパッド見に行ったよ。見ておいで。今洗っちゃってるの。危ない、暑いから。暑いやや。暑いよ。ここで見てて。やや。危ない危ない危ない。ポテトノア Z とカレーコロッケにする。おーたまみすぎちゃん。おーたまみポテトやってね。むぎちゃんの見せて。ちょっと待って見せて見せて見せて。こぼさない。見せて。入れる。デブデブ。確かにデブや。こんな感じや。ピンク。ピンク？ピンクね、今洗ってるんだよ。ごめんね。怖い。怖いよ。落ちない。落ちない？落ちない。これ好きでしょ？食べたい。食べたいね。食べたい。うん。じゃあさ、ひなみさ、スプーンとか準備して、フォークとかお箸とか。はい、じゃあこんな感じです。はい、ということでね、今日の業スーの夕飯がカレーコロッケとこちらのポテトノア Z。 いただきます。ポテトだ、普通のポテト。ママ見て、なんか結構ポテト味強いわ。じゃがいも味が。お安かった手羽先で、あとこれね、2回分ぐらい。あとはこのしじみの、しじみじゃない、アサリのお味噌汁。以上です。
こんな格好で申し訳ありませんが、今日の行数でした。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。